最後をしっかり。
りパワフルズ。フェスティバルもついに2回戦に突入。さあ注目のゲームが始まります。1番バッターが打席に入ります。第2球投げた、打った、ライトへの浅いフライになった、ヒット、安打を許します。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。打席には2番バッターが入ります。ストレートはボール、投球3球目、ボールに勢いがあります。バットを出しません。ボール、カウント2-2、内角高め、空振り三振。第1球投げました、打ちました、これはゲッツーか。ブロンク掴んだ、アウト。チャレンジャー先制のピン。まずは初球アウト、決まってストライク。まずは入れてきました、キレッキレの変化球に手が出ません。スタンド直行ポン、センター見上げ、リプレイで先制の場面を。さあマウンド、さあ1球目、ミットへ一直線、指にかかったストレート。さあ次の球打ちました、打球は左中間に上がった、センターの後ろワンバウンド、ヒットになった、猫髪ツーベースヒット。さあここはきっちりとランナーを送っていただきたい。初球打ち、バッター、これはスタンドか、ぐーんと伸びて右に切れました、ファール、打ちました、これはサード取れません、ファールボール、打ちました、いい当たり、ヒットになります。ボールが点々と転がっている。チャレンジャー点差を2点に縮めました。それでは初球を打ちました、三塁線惜しくも切れてファール、投げました、来たか、入れセカンドへ送球、チャレンジャーさらに1点を返しました。先ほどの第1球を投げた、あーこれはでかいぞ、いらっしゃいませ、リプレイ。さあ1球目、いけレフトセンター見送った。それでは頑張りパワー、さあ1球目投げた、高速スライダーはボール、カウント1ボール、投げました、おっといい当たりになった、センター見送った。先ほどの8番バッターが打席に入ります。投げました、外角低めいっぱい、ストライク、いいボールだ、変化球が切れています、打ちました、次が4球目投げました、まずは三振に切って取りました。打席には2番バッターが入ります。アウトローを見送ってストライク、内角低めいっぱい、ストライク、軽くポンポーンと追い込みます、打った、第4球を投げた、カーブ、空振り三振。さあ雲行きが怪しくなってきました。チャレンジャー同点のピンチ、これはボール、いいコースですがわずかに外、インサイド空振り、これで追い込みました、打った、センターへ上がった、これはヒットになります、カットマンへ送る、
ツーベースヒット。チャレンジャーピンチが続きます。さあそれで1番バッターが打席に入ります。ストレートはストライク、投球これから2球目、内角低めストライク、サーキットツーストライクまで追い込んだ。さあ次は何で来るか、打ちました、ファールボール。第5球外れた、ボール、ツーツー、平行カウント、アウトコース流していく、レフト線ヒット、中継、チャレンジャーズ追いつかれました、6対6。今の同点、チャレンジャーズここが踏ん張りどころ。打席には2番バッターが入ります。打ちました、ジャンプする、ファウル、三振。実にしびれるピッチングです。これが5個目の三振。第2球投げた、打った、引っ張った、破った、チャレンジャーズ勝ち越しを許します、7対6。さあ先、チャレンジャーズ追う展開、迎える4回です。さあ打席で猫神が狙いを定めます。振り出しに戻したいところ、きたー、文句なしの当たり、いらっしゃいませ。こちらが先、さあ彼に回れば何かが起きる予感がします。キャプテンがバッターボックスです。ああ、これでかいぞ、ライト見送った。それでは先ほどの得点シーン、もう一度ご覧いただきます。チャレンジャー得点を上げ、ここからどう攻めるか。ここでバッターボックスは鈴鹿、初球からいった、ピッチャー返し、破っていった、鈴鹿勢ナイスヒットです。8番バッターが打席に入ります。初球を打った、ボールはライナーで右中間へ、ヒットになります。打球が転がっている、セカンドへ放り投げる、ツーベース、今日初めてのヒットになりました。打席には9番バッター、投げました、ここはランナー警戒します。第2球を投げた、高く上がってます、センター前に出る、センターポジショニング OK、 掴みました、ボールは中継、チャレンジャーなおもチャンスが続きます。さあ打席、マシンで捉えた、これは気持ちのいい当たりになった、入った。先ほどの時、頑張りパワフル、なんとしても得点を上げたい9回です。打席には7番バッター、インコース詰まらせた、取りました、チャレンジャー、最後をきっちり打ち取ってゲームセット。ハワフェスチャレンジャーズが堂々